サムさん立命館行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、皆さん本来の長さは8段落、そして空小十問題と四字語の問題が8問そして5問という感じになっております。ただこれをちょっとさすがに全部やるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまいますので、前半の5段落、そして空小十問題は5問で、四字語を考える問題は前半の3問ですね。これを皆さん扱うことによって、やり方、解き方を把握することができるかと思いますので、よろしくお願いします。サムさん行ってみたいと思いますが、まず注釈ついておりまして、ラブラドルレトリバー、ふわふわした、そしてお腹ですね。これ皆さん踏まえて第1段落と第2段落一読をお願いいたします。サムさん、第3段落に入ったところで、皆さんこういう設問がついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、この下線部を含んでる文章中を発言しているのはシンドラー先生ですからね。ですから皆さん、シンドラー先生のところを皆さんこう辿っていただけるとわかるかと思います。で、皆さん最大のヒントはこのラブラドールのルークとかキャメロンですよね。ですから正解は2番ですよね。もうドークスということでバチです。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、この後 A と B、この設問に行きますので、一読をお願いいたします。さあ皆さん、空欄 A と空欄 B なんですが、まずはちょっと B の方からですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最大のヒントは、ヘルプフル、役に立つ、助けてくれるということですね。で、もちろんソーシャルインタラクションですから、人と人との付き合いとか交流ですよね。その交流に関してうんたらかんたらな子供たちや大人たちに役立つんですよね。で、もちろん助けるためには困ってなければ助ける意味がないですよね。ですから全てが順調にいっている人たちはわざわざ助ける必要性はないかと思います。マイナスだからこそ動物、犬が助けてくれるんですよね。ですから正解は3番ですよね。ストラグルということはもがいている、奮闘努力をするという意味でしたね。ですから人との付き合いに対してなんとかもがいていると、プラスに持っていこうとしているがゆえに、そこで犬が助けてくれるんですよね。ですから3番が正解です。デミさん、ついて空欄 A をお願いいたします。デミさん、空欄 A の右側ですが、生徒さんの社交、そして感情的な健全性ですよね。それを何とかするのは主語を確認していただけると、キャメロンだったり他の犬だったりするんですよね。で、その犬たちがぜい、こういう感じでつながっていってますよね。で、皆さん、どこをヒントにしていただいてもいいかと思いますが、ちょっと分かりやすくこの三角括弧で囲ってみました。で、分かりやすいのは多分この辺りですよね。ヘルプフルフォーチューデンアンドアダルツ、助けてくれるんですよね。役に立ってくれるわけです。しかもポジティブという話もありますからね。ですから正解は2番のインプルービング、改善ですよね。で、もちろん1番のファイナンシング、お金の話はないですし、3番プリベントはこれはマイナスの話になっちゃいますね。で、4番レコードは記録するですが、全く書いておりませんね。ですからプラスに持っていく2番インプルービングが正解です。で、皆さん、次の第4段落はちょっと長いので、まず前半だけ行ってみたいと思います。で、注釈がありまして、特有の、親しみやすい、合図仕草。で、それを踏まえて、空欄 C、お願いいたします。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、犬は人間と一緒に進化していたんですよね。ということは皆さん、猫と蛇は
で特に皆さんヘビですからね、人間と一緒に進化したとは思いませんね。ですから対比の関係ですよね。ですから正解は4番アンライクですよね。つまり猫とヘビとは違って犬は人間と一緒に進化してきましたという対比関係でバッチリです。さあ先ほどの段落の後半でございます。これで皆さんまずは空欄の D お願いいたします。で皆さん空欄 D の右側にパブリックスクールという話がございますので、これ皆さん辿っていただけますとこの辺りですよね。ですからこの下線部を引っ張った文章がヒントになっているかと思います。で皆さん最大のヒントはエクスクルーディットですよね。除外されているということはもちろん正解は1番ですよね。皆さんアブセント、欠席という意味もありますが、そこにいないという意味ですよね。ですから犬の導入から除外されているわけですから犬がいないということですね。もちろん他の選択肢の恐れているとか満足、訓練の話は言い換えがないですよね。で皆さん続いて今度は下線部いでございます。これが指しているものをこの皆さん4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さん下線部にそのような研究という話がございますので、こことつながっていきますよね。でこっから皆さん右側を読んでいくとですね、おそらくこれの言い換えが見つかりましたね。でもちろんキャッツの話はないですし、スレトン、脅かされる、もしくはトレイン、訓練の話もないですよね。ですから正解は3番ですよね。皆さんディクリースアングザイティ、心配不安を減らすんですよね。これが皆さんストレスの軽減につながりますので3番が正解です。さあ皆さん第5段落でございます。皆さん注釈共感だけお願いいたします。でそれを踏まえてまずは空欄 E ですね、お願いいたします。で皆さん空欄 E の左側にはIntroduces dogs ということで、皆さん犬がいる状態ですよね。で逆に空欄 E の右側では No dogs ということですから犬がいないんですよね。ですから犬がいる状況といない状況、対比ですよね。それを示す選択肢は一つしかないですよね。ですから正解は1番チャレンジングですよね。もちろんチャレンジングと言われたら異議を唱えるという意味ですので、ノードックス、犬がいない状況に異議を唱えるということは犬をいるようにすることですよね。それがイントロデューシーズドックスにつながってきますので1番バチです。さあ最後の問題でございます。この下線部ウーが指しているものをこの4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さんイットですから、もう素直にその手前の内容ですよね、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん読んでいただけるとわかるかと思いますが、先生方の授業計画の中に犬を入れることですよね。ですから1番のエクスパンディングは書いておりませんし、2番も先生たちの間でのエンパシー、共感は書いてませんね。で4番の犬を選ぶ話も全く書かれておりません。ですから正解は3番ですよね。授業計画の中に犬を使うこと、犬を導入することでございますのでバッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。メダリスメ館大学の長文扱いましたが、特に空手補充問題のヒントになったのはこれですよね。対比ということでございます。
もちろんこの立命館以外の大学の動画でもですね、結構しょっちゅうお伝えしてるんですが、対比はもう最大のヒントですよね。今日出てきたのは皆さん、アンライク違って、犬と猫蛇とは違うと、対比の関係でございますし、チャレンジング、まあ、もしくはチャレンジですよね。皆さん、分かってますかね？ご存知、気づいてますかね？チャレンジが選択肢の中にあったらですね、もうほぼそれが正解になってるんですよね。今回もそれでございました。で、なんでなんですかっていうと、やっぱり対比だという認識を持ってる受験生があんまりいらっしゃらないぜ。うにゃうにゃに異を唱えるという訳し方を知ってる方も、まあ、一部いらっしゃるかと思いますが、割合的にはかなり低いかと思います。だからこそ、各大学がこぞって問うてくるんですね。で、今回もそうでした。犬がいない状況に異を唱えるんですね。ということで皆さん、犬をいるようにする。反対の状況にするのがチャレンジ。もしくはチャレンジングということでございますので、皆さん、今後のことを考えるとおすすめでございます。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。